I'll be right here with you. The one you want? I'll go anywhere with you. We're in this together. あなたの意志ならどこまでも行けます。いい判断です。真の姿を思い浮かべてください。 姿をお望みでしたか？ あなたが望んだ姿になれましたか？ にしましょう。
ソウルダイバーズの非公開テストにご参加いただきありがとうございます。私はソウルダイバーの皆様をご案内するシステム、ダリアです。あなたは二の国で世界を救う勇者になることも、王となり国を治めることもできます。それでは心の準備はできましたか？うん。そう、そうければ心の準備は。諦めぬか。その地図が王国の命運より重要だとでも言うのか。これを守ることが王国の私の使命です。そうか。
ならばその使命とやらもこれで終わりだな。ジョー様、何がどうなってんだ。もしかしてヤバい状況か。まだ生き残りがいたか。おいてめえ、今すぐ女王様から離れろ。あなたはどの世界にも属さない人、それがあなただったなんて。貴様らから始末してやる。あなたの言う通り、私の役目はここまでのようです。ようやく諦めたか。クウ、頼みましたよ。え、急にどうして。シュノキシよ、どうかお願いします。それはシュノセキよ、この世界の運命を。させるか。少し我慢しろよ。生きてるよな。少しでも遅かったらやられてただろうな。とにかく命は助かったんだから、報酬くらいは我慢してくれよ。さーて、たまには真面目に言ってみっか。女王様は無事なのか。間違いなくチーズって言ってたぜ。守護石が王国の宝物なのは確かだが、とにかくあいつらが狙ってるものは俺たちが持っているんだから、いずれにせよ女王様を助けに何としても王国に戻らねえとな。ひとまずここがどこなのか調べようぜ。行こうぜ。お、あれは、ここはエスタバニアだな。かつて世界を統一した国だ。エスタバニア行ってみようぜ。このまま名もなき王国へ戻っても女王様を助けるんだ。俺たちの頼みを断るような真似はしねえだろう。まずエスタバニアへ向かう道を探そうぜ。はん。お？おほ。あれ？なんか変なやつが混じってるぞ。ついて行ってみようぜ。見つけたぞ、さっきの変なやつ。待て。うわー、外の世界のやつらじゃないか。おい、プンプン。捕まえたぞ。うわ、落ち着け、俺たちはな。ん？
おい、なんだこいつらは。ついてくるなって言っただろ、お前たちのせいだ。はじめまして、私はクロエ。相当な実力をお持ちですね。この子たちはペット？よしよし、かわいいね。誰がペットだ。あ、怒るともっとかわいい。俺はクー様だ。おはん、オイラはポンポンだ。お前たちに謝らなくちゃ。俺たちはエスタバニアへ行く道を探してただけだ。出口を教えてくれ。ふん、オイラが森から出られる道を教えてあげるよ。代わりに一つだけ頼みを聞いてくれないか。こんなところに置いておいたら危ないからね。なんだ。私がやる。おい、よく考えた方がいいぜ。間違いなく持って逃げちまうぜ。もしかしてお姉さんのこと信じられないの？そうなの？うう、一瞬背筋がゾッとしたよ。ねえ、卵をお願いしてもいい？なんだ？シシ。よっと。わあ、超かわいい。よっと。どうしよう。ほうほう。
鳥が恐怖に震えておる。一体何が起きているのやら。面白そうな子らを連れてきよったな。そこの小さき者は前に見たことがあるような。それから二つの魂を持った子たち。一体何を言ってるんだこのじいさんは。ちょっと変わってるけどいい人たちだよ。この人たちがオイラを助けてくれたんだ。ほうほう、本にすまんの。わしも何かお返しをせねば。そうじゃ、さあ行くぞい。ほほ、それじゃ行ってみるかの。こいつ、誰が自分を助けてくれたか分かってるみたいだな。ほほ、イマージェンじゃ。私は？私には何かくれないの？じいさんもお前の不純な動機を見透かしてるぜ。それじゃあ、クー、私はクーが欲しい。思い通りになると思うなよ。気になって仕方がない顔してんな。よし、このクー様が丁寧に説明してやろう。こいつは心の戦士イマージェンだ。汚染される前の森の心から生まれたんだ。こいつは今感謝の気持ちを抱いている。ゆっくり説明してやるから耳の穴かっぽじってよく聞けよ。意外な仲間ができたな。仲間って私？クロエのこと？何バカなこと言ってんだ。イマージェンの話だ。イマージェン。あれって、うわー大変な魔物たちだ。汚染された森から追いかけてきたみてえだな。ちょうどいい。
悪い子ではないようじゃが。オイラもクロエが悪い人には見えないな。くぅ、俺だけ悪者になったみたいじゃねえか。どうして誰も気づかねえんだ。そんなこと言っちゃって、クーはテリアさんなの。さ、それじゃ出発。早く行こうよ。お？かわいいお尻。あ、痛い。何すんだよ。わあ、うふう。くう、ギュッてしてもいい？ダメ。あい。捕まってたまるか。一緒に行動する必要ないよな。クーったら恥ずかしがり屋さんなんだから、クロエと離れるのが寂しくてわざと冷たくしてるんでしょう。その心配なら無用だ。今までで一番素直な気持ちで喋ってるんだからな。わかるわかるよ、お姉さんよくわかる。また会おうね。もね。ふう、やっとどっか行ってくれたな。あんな人間は初めてだ。
よっ。よっ。